当家で切腹をなさりたいと承ったが、千々岩求めと申す老子が当家を訪ねてまいった。そこもとと同じ要件でな。存じませんな。お話もそうか。流行り病のように風靡し、諸侯の方々も手を焼いておる次第。狂言切腹は姑息な貧乏老子たちの間では申し上げたき儀がござる。何してまいられた。待ってくれるか。美穂殿は命を懸けてお守りしたいお方です。夫が妻や子のために働くのは当然であろう。武士も血の通うた人間であろう。人には皆それぞれ。切り捨て。一日だけお願いでござる。武士に二言はござらぬ。